ワード号事件とは、1941年12月7日に行われた日本海軍航空隊の新珠湾攻撃前にアメリカ領海内で日本海軍所属の特殊戦航艇、公表敵がアメリカ海軍所属のウィックス級駆逐艦,艦、ワードに攻撃、撃沈された事件。駆逐艦ワード。1941年11月25日には、ルーズベルト大統領は、 金メルに日本の攻撃が差し迫っているという警告を与えており、これを受けて金メル大将は日本軍による奇襲を警戒し、国籍不明の敵対的行動に持ち躇せず攻撃せよとの事前通告を出していた。12月7日戦術した公表敵がアメリカ領海内のハワイ巡州の真珠湾周辺にある高校制限区域に侵入していた。 現地時間12月7日4時8分、戦術したウィックス級駆逐艦であったワードの到着上組員が交代しようとしたまさに、その時、特設沿岸層海底コンドルから、正体不明の潜水艦を発見したとの報告が入り、30分ほど警戒したものの、コンドルからの続報はなかった。6時30分、米一般消耗品補給艦アンタレスとすれ違った。 アンタレスは500トン級バージを栄光しており、それ自体は普通ならば何気ない光景であったものの、この時ばかりは違っていた。ワードの乗組員は、目視でアンタレスとバージの間に動く部位のようなものを発見し、双眼鏡で詳しく観察すると、それは潜水艦の司令塔のように見えた。ワードは警戒を厳重にした上で観察を続けた。やがて上空には、 プビーカタリナが飛来し、アンタレスもようやく謎の物体に気づいて、ワードに注意の信号を出し続けていた。ワードは20ノットの速度で物体に接近していき、6時45分、距離わずか100メートルで射撃を開始した。3発のうち1発が司令塔に命中して物体は沈み始めた。ワードが再接近して4発の爆雷を投下すると、黒い液体が流出し、 物体は二度と海面上にその姿を見せることはなかった。これは日本海軍の空爆開始の少なくとも45分以上前になされた。同館では4インチ砲が命中し、その後海上に重油のようなものが流出したのを指認したため標的を撃沈したものと判断したが、正確な戦果としては不明であったため、アメリカ海軍でも現在に至るまで、 公式の戦果として認められていないなお、ここで航行制限区域とは、米国籍であっても潜水艦の潜航が完全に禁止される区域のことであり、艦の一部と潜望橋だけを会場に出して航行していた特殊潜航艇はそれだけで敵対勢力に属する艦船であると判断された。実際特殊潜航艇は、 アメリカ領海内を領海侵犯している状態で明らかに攻撃の意思を持って新珠湾に向かって進撃しており仮にこれを警告なしに放雷撃したとしても国際監修法上これは正当な防衛行為に相当すると返される。なおワード号は攻撃後の6時53分ワードは新珠湾の太平洋艦隊司令部に防衛海域を航行中の潜水艦一隻を 攻撃、砲撃と爆雷投下を行ったと報告したが、同海域では、クジラなどに対する誤射がしばしばあったことから、その重要性は認識されず、また、通報自体暗号文での送信であり、平文への展開に手間取ったこともあり、キンメル大将への報告は大きく遅延、日本軍の奇襲を事前に察知する機会を意識した。なお、日本陸軍は、 日本時間12月8日午前1時30分には、イギリスの植民地であったマレー半島に上陸しており、これはワード号事件が起きるよりも早く、太平洋戦争の先端はこちらとなる。なお、ワード号は高速輸送艦に改装されて、太平洋戦争に投入されたが、事件からちょうど3年目の1944年12月7日、レーテ島攻略作戦に参加中に、 オルモック湾で日本陸軍の特攻機の攻撃を受けて大破し、両艦、オブライエンの砲撃により撃沈処分された。オブライエンの艦長は事件当時にワードの艦長だったアウターブリッジ少佐であった。2002年8月、ワード号上院の証言通り司令塔に4インチ砲弾を被弾した先行艇がアメリカの領海内である。 真珠湾沖 4.8km、水深 400m の海底に沈んでいるのが61年ぶりに確認されている。発見された先行艇は海底史跡として引き上げないこととなっている。ありがとうございます。